ハレルヤハレルヤ、こんばんは。こんばんは、ハレルヤ。じいさん、こんばんは。ハレルヤ、アメン、アメン、アメン、ハレルヤ。ですね、今週の月下水にアジアメシアニックフォーラムがありました。で、23日は勤労感謝の日なんですが、その勤労感謝の日というのは新嘗祭なんですね。新嘗祭、天皇が儀式をするんですが、でも今年は天皇が入院されてましたね。入院されてました。ですから新嘗祭をしたかどうかちょっと私確認取れてないんですが、天皇は多分できなかったんじゃないかと思うんですが、皇太子がしたかどうかちょっと分かりませんけども、ずっとずっとね、こう続けてきた新嘗祭が、できなかった、もし今年してないならばですね、霊的にはですね、霊的にはいいことではないかなと考えます。何か23日から、何かこう霊的にですね、この良くなっているような感じがしますね。何か油注ぎ感じませんか？この3日間何か油注ぎ感じてませんか？まあ、結果的には油注ぎはどん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 増し加わってきますね。リバイバルに向かっていますからね、油注ぎはこう強くなっているはずですね。元気が出てきました。アメン。そういうわけでですね、リバイバルが増し加わってい、くので皆さん喜びましょう、喜びましょう。私たちは待ち望みます。私たちは、ね、こう、希望がありますね。右肩上がりっていうのかな。希望がありますね。良くなっていきます。希望があります。イエス・キリストを信じる者は希望がありますね。これいいですね。これちょっと皆さん一緒にやりましょう。皆さん手こうやって手をこうやって1-3いいですか。希望があります。一緒にやるんですよ。一緒にね、恥ずかしがらないでね。希望があります。私たちには希望があります。希望がありますね。私たちはですね、いい方向に行くんですね。いい方向にね。ですからぜひ皆さんね、私たちには希望があります。素晴らしい。信仰は希望と言ってもいいかもしれませんね。信仰は希望です。御言葉にですね、あなた方の希望をね、いつでも伝える用意をしなさいというような御言葉があります。クリスチャンとノンクリスチャンの違いはですね、希望があるかないかと言ってもいいぐらいですね。クリスチャンは希望がある、希望がある。ノンクリスチャンの人は希望がないね。クリスチャンの人は希望がないというね、希望がありません。で、要するに希望があるから元気があるというね、希望があるから元気で、その希望のその理由はイエス・キリストですね。イエス・キリストがいなければもうこの世は希望がありませんね。イエス・キリストがいるんですから、イエス・キリストがいるから私たちには希望があるんです。そういうわけでぜひ皆さん、希望が欲しい方、ね、希望を、知ることができます。もらうことができます。希望を持つことができますね。希望を持つことができますよ、ね、強い強い強い希望があればですね、これが人生必要ですね。もう、この強い希望、これが必要なんですよ。皆さん持ちましたかね。皆さん希望持ちました？アメン。痛い？痛いっていう、最近よく使うけど、痛いってどういう意味なんでしょうかね。ちょっと皆さん教えてください。よく痛いっていうのはどういう意味なんでしょうか。意味がわからない。痛いっていうのは痛いってどういう意味？
痛々しいっていう、あ、痛々しい、痛い、痛々しい、あー、危ない人痛いっていうのは痛々しいとか危ないとかそんな意味？ですね、その、私もですね、以前はですね、福音派だったんですね。福音派のクリスチャン。もう福音派を17年もやりましたけども。で、福音派っていうのはね、こう元気がないんですよ。油注ぎがないから元気がない。だから、信仰があってもね、なんかこう弱々しいんですね。だから、なんかクリスチャンのイメージってなんか弱々しいっていうイメージがあるでしょう。ね、なんか、クリスチャンのイメージなんかこうちょっとこうおとなしいとかね、元気がないとかね、弱々しいとかめめしいとか、そういうイメージがありますね、クリスチャンのイメージ。でもそれはね、間違ったイメージなんです。間違ったね、本当のクリスチャンはね、その元気があるんですね。もう力にみなぎってですね、もう希望に満ちてですね、いつも喜んでいる、これが本当のクリスチャンのイメージですね。だからそういうクリスチャンが少ないのでですね、少ないのでなかなかですね、クリスチャンのイメージが正しい、クリスチャンのイメージができませんが、弱々しいクリスチャンは、あまり正しいイメージではありません。もちろんですね、傲慢とか高ぶるとかそれはダメですよ。社会派も福音派も衰える一方ですね。そうなんですよ、もう高齢化でね、もうまあ、あんまりディスっちゃいけないね、ディスっちゃね、まあ、その福音派とか社会派の教会はだんだん高齢化でですね、弱くなっているという感じです。といってカリスマは元気かというとですね、カリスマは元気なはずなんですけどね、まあ、どういうか日本のカリスマはまだまだちょっと元気ないんですよね。ですからなんとかですね、元気のある教会にしたいのですけれども、もうじきね、強い油注ぎによって日本の教会は元気になるんではないでしょうか。この放送はカリスマ派ですね、カリスマ派。ですね、野球ちゃん派なんか作りませんよ、作りません。もうね、分派いけないとか言ってますね、分派、東亜神とか分派いけないんですね。集会の時にある方がね、私と同じこと言ったでしょ。なんか世界のプロテスタントが6億人とか7億人いて、そのうち5億人が、カリスマペンテコステ派っていうふうに言ってましたよね。ですから、本当に世界はね、カリスマペンテコステ派なんですよ。で、ですから日本には少ないかもしれないけど、世界では主流なんだよということですね。はい。それではですね、今日のタイトルいきましょうね、タイトルね。タイトルは、神のものを盗んではいけません。すべてのものは神のものなのです。すべてのものは神のもの。これ、皆さん、わかりますか？この万物は神が作ったんです。神様が作った。地球も、太陽も、人間も、動物も、植物も、みんな神が作った。神様が作った。だから神のもの、当たり前ですね。ね。神が作ったものは神のものですよね。神が作ったものは神のもの。これ当たり前です。ね。皆さんが描いた絵は皆さんのものだし、皆さんが作ったものは皆さんのものだし、まあ、基本的には作ったもの、人のものですよね。人間もですね、神様が作ったんですね。もし進化論でですね、進化論で、自然とできたら誰のものですかね。ちょっと皆さんに聞きましょうね。もし人間が、進化論でできたとしたら、人間は誰のものですか？はい、皆さん答えてください。進化論で人間ができたら人間は誰のものですか？誰のもの？サタンのもの？
その質問おかしい？自分のもの？自分のもの。そうですね。そう。進化してもし人間ができたら、ね。進化して人間ができたら、皆さんは皆さんのものです。ですよね。所有権がない、所有権がね。まあ、例えば、そのね、どこ落ちてたようなもんですからね。所有権がないもの。進化してもし人間ができたら人間には所有権がありません。所有権がありません。ね。じゃあ人間がですね、創造論で神がそう作ったなら、神が人間、皆さんを神が作ったら、皆さんは誰のものですか？皆さんが神様によって作られたら、皆さんは誰のものですか？誰のものですか？神のものですよね。当たり前ですよね。当たり前です。当たり前です。罪というものをですね、考えるときですね、多くの人が、特に日本人はですね、その罪って分からないんですよ、罪っていうのがね。罪が分からない。で、こういうふうに考えるんですよ。罪というのはですね、まあ、人間に対する罪もあるけれども、基本的には神様に対する罪だということですね。神様に対する罪、もちろん一人の本当の神、全知全能の、全能者の神、宇宙の創造者、万物の創造者の神、その神に対して、ね、罪を犯す、これが罪なんだよということです。つまり罪というものを理解するためには、神様という存在概念をですね、認めなければ分かりません。つまりですね、私たちはですね、神のものをもし自分のものだと思うね、自分のものだと思うならば、それは神から盗んでることになるんだということですね。神のものを盗んでいる、神のものを盗んでいる、これがですね、一つの、まあ、分かりやすい罪です。分かりやすい罪ですね。で、罪というのは結局はですね、神様に対するものなので、例えば嘘をつく、人に嘘をつくことも、結局は神様に嘘をつくことであり、ね、人を殺すことも、人を殺すことも、その人は神のものだからね、神のものを殺すわけだから、神に対する罪ですね。それから、ね、例えば、あと何があったかな。まあ、会員をするというのも神のものを汚すという意味があるし、親に従わないということも、親に従わないということも、その神の権威をに逆らっているということだし、人のものを欲しがるというのも、人のものを欲しがるということも、もちろんそれは神様に感謝してないという、神様に対する罪だし、それからそうですね、それだけだったかな。そういう罪というのは結局神様に対して犯しているんだよということですね。神、キューちゃんのおかげで生きる希望ができました、アメン。神様に対して罪を犯している、このことが分かると、うん、確かに私は罪を犯している、神様に対して罪を犯しているということが見えてきますが、今日はその中で神のものを盗んでいるということですが、人のものを盗むのも、結局人のものを盗むことも、結局それは神のものを盗んでいるということになるし、また自分のものを自分のものだとすることも、これは神のものを盗んでいることになるんですね。じゃあですね、その自分のものをどうやって使ったらいいのか。じゃあ自分が、ね、自分が神様のものだったら、じゃあ自分をどうやって使ったらいいんですか。もう一回言いますよ。難しいですよ、ここね。自分が神のものだとすれば、
自分が神様のものだったら自分を使うにはどうしたらいいんですか。どうやって自分を使うんですか。自分のものとしてどうやって使うんですか。借りる、アーメン、ピンポン、そこです。神様から借りるわけです。神のものを神様から借りるわけですね。借りるということはいいですか。借りるということは契約が必要なんです。アーメン。契約しないで借りたら盗みになっちゃうわけでしょ。契約しないで勝手に使ったら盗みになっちゃうでしょ。つまり神様と契約して、神様と契約して、借りて初めて合法です。アメン。そこが大事なポイントです。だから、悔い改めて、自分の罪を悔い改めて、ね、イエス様を信じてイエス様と契約をして初めて神様に対して合法的に生きることができるわけです。悔い改めというのは、悔い改めというのはいろんな意味がありますけど、一つはね、神のものを勝手に盗んでいた、神のものを盗んでいた、神のものを盗んでいたということもあるわけです。だからそれを悔い改めて、あ、盗んでいたんだ、神のものを盗んでいたんだ、自分のものだと思ってたけれど自分のものではない、神のものを盗んでたということを認めて、悔い改めて、そしてイエス・キリストを信じて、イエス・キリストを信じることによってその過去の罪が全部許されて、全部許されて、今度はイエス様と契約をするわけです。イエス様を信じて契約をするんです。イエス・キリストを信じてイエス様に従うという契約の中で初めて、ね、私たちはその神のものを借りる契約になるわけです。アメン。わかりやすいでしょう。わかりやすいですか。わかりました。わかりやすいですよね。多くの人はですね、自分のものだと思い込んでいる、自分のものだと思い込んでいるけど、そうではないんだ。神のものは神のものなんですね。神のものは神のもの、それをね、自分のものとして使ってはいけないんだということですね。面白いでしょ。わかりやすいですね。この世界は神が作った世界、私たち自身も 神が作ったものなんです。神が作ったものが、ね、神が作ったものが自分のものだと言ったらば、それは神様に反逆していることになるんだよということなんですね。そういうわけで皆さん、ある意味ではですね、今格差社会ですが、金持ちがどんどん金持ちになって、貧しい人はどんどん貧しくなるんですが、結局それは、搾取している人たちが神のものを盗んで、本来は神様が富を分配したいにもかかわらず、富を分配したいにもかかわらず、神様は、神のものをこの、ね、盗んでることになっちゃうんですね。こんばんは。もし。はい、こんばんは。あ、もしもし、すいません。はいはい。今日のタイトル見て、はい、で、通話したんですけど、神様はのものを、はい。うん、あ、僕、ルパン三世の、カリオストロの城の謎の、パクリの絵で、これタイトルつけたんじゃないかと思ったんですけど。これはね、聖書の言葉にこういうのあるんですよ、聖書の言葉に。この言葉、神のものを盗んではいけないっていう聖書にあり、旧約聖書にある。神のものを盗、あ、すいません、僕全然すごいセリフ、神様は大事なものを盗んでいきましたっていうふうに読み間違えてすいませんでした。それでこの前僕ずっとキューちゃんの、僕カリスマ派で、一応心の中ではカリスマ派なんですけど、はい、この前でイスラエル の集会ずっと見てたんですよ。あ、見てくれました、ありがとうございます。見てたんですよ、はい、で子供たちが歌ってたんです。ああ、よかったですね、あれね。それで一人水色の服着た黒人の子が、あ、黒人だと思いましたね。で、ものすごくやる気がなかったんです。ワンダフォージーザスっていう曲だけって言ってすっごいやらされてる感が半端なかったんですよ。で、キューちゃん何か言うかなと思ったら何にもそれ言わなかったんですけど、そこはやっぱ怒るところじゃないんですか。やっぱりね、
あ、頑張ってやってとか、一人だけ、あやってなんかやってないと、ちょっと、キューちゃんの帽子もないし、ちょっと、あのね、やっぱり、こう、油注ぎを受けないとね、こう、乗れ、はい、乗れないわけですね、音楽ってね。油注ぎですか、うん、油注ぎを受けないとね。で、子供でもね、油注ぎを受けてこう、すぐ、乗ってる子もいればね、はい。で、まあ、いろんな理由ありますよ。心が傷があるとか、言葉が通じないとか、いろんな理由で、子供でも油注ぎを受けてなくて、元気のない子もいるんですよ。はい、はい。ね、例えば、リスナーの人でも元気だったリスナーもいれば、まだ元気のないリスナーもいるわけでしょ、はい、油注ぎが行き届いてない人。そう、油注ぎを受けた人と受けてない人でちょっと違いが出てきちゃう、ね。油注ぎって何ですか？簡単に言えば、元気をもらうという感じ、ね。元気をもらう。あ、じゃあすいません。僕ちょっとそれで、僕、神様のからもらって、うん、借りてる体っていうのを初めて今日ちょっと教えていただきまして、はいはい、それで勝手になんかその盗んじゃってたみたいなところがあったんで、うんうん、でその契約しないとその泥棒になっちゃうじゃないですか、うん、そういうことです。だから、うん、でうちの隣に僕ちょっと前は横浜住んでて近かったんですけど、田舎帰ってきたら、はい、隣キリスト教の教会なんですけど、モルモン教なんですけど、うん、大丈夫ですか？いやいやいや、ダメです、ダメです、ダメです、モルモン教はダメなんです。ダメですよ。じゃあ市役所行けばいいですかね。市役所？市役所でどこで契約、市役所で契約できますか？ああ、その自分のものを、あ、神様のものを使うために。泥棒、あ、妻だと泥棒で、ちょっと人間になりたいんで、借りてるカードがあって、そのちゃんと契約してこないといけない。で、隣モルモン教なんですよ。で、モルモン教ダメなんです。ダメです、ダメです。じゃあ、要するに契約はね、要するにイエス・キリストを信じて、ね、はい、自分の罪を悔い改めてイエス・キリストを信じたら契約できるんですよ。あ、じゃあもう手続きとかいらないんですか？手続きは信仰ですね、信仰。信じますっていう告白が手続きですね。じゃあ、キューちゃん牧師を信じてればもう泥棒じゃない？いや、私を信じるんじゃないですよ。イエス・キリストを信じるんですよ。うん、それはでも、モルモン教経由でイエス・キリストは、イエスだからモルモン教経由でダメだという。ダメですか？はいはい、そこ、間通しちゃダメなんですか？ダメダメダメ。じゃあ自分と直で行かないとダメなんですか？そうそうそう、直で、ね、じゃあキューちゃん牧師とかカリスマ派も通してもダメなんですか？私はカリスマ派で信仰持つことをお勧めしますね。ああ、そじゃあそれが一番いい道ですか？私がカリスマ派だから一番いい道だと信じています。はい、私はね。じゃあ契約者、じゃあ市役所行かなくてもキューちゃん牧師の市役所は関係ないですよ。市役所関係ないんですか？関係ないです。信仰とか、だって市役所は宗教関係ないでしょ。だってで泥棒とか大変じゃないですか。じゃあキューちゃん牧師の放送を見て、はい、そこ経由から契約しに今日行ってくるんで、ね、放送の最後にね、8時前にね、はい、イエス様を今日の場合だったら、ね、もう今まで神のものを盗んで悔い改めますか、はい、それでイエス様と契約したいですかって私言いますから、はい、あ、してくれるんですか？ただアメンって言えばいいんです、はい、アメン。あ、そしたらもう契約できちゃう。契約できます、契約できます。あ、じゃあ今日契約するんで、はいはい、契約してくださいね。泥棒をやめまして、はい、アメン、契約します。ありがとうございます。はい、良かったですね。アメン、アメン、アメン。そうなんですよ、分かりやすいですよね。で、ちょっと御言葉のちょっと裏付けをしますのでね、ちょっと御言葉今貼りますから、ちょっと待ってくださいね。今日の御言葉、マタイの22の、17からですね、16の B からいきましょう。誰もはばからない方だと存じています。あなたは人の顔色を見られないからです。それでどう思われるのか言ってください。税金をカイザルに納めることは、立法にかなっていることでしょうか、かなっていないことでしょうか。イエスは彼らの悪意を知って言われた。偽善者たち、なぜ私を試すのか。ごめんなさい、納め金、ごめんなさい、なんて書いてあるんだろう。納め金かな、納め金、納め金にするお金を私に見せなさい。そこで彼らはデナリを1枚イエス様のもとに持ってきた。そこで彼らに言われた。これは誰の肖像ですか、誰の名ですか。彼らはカイザルのですと言った。そこでイエスは言われた。それならカイザルのものはカイザルに返しなさい、そして神のものは神に返しなさい。彼らはこれを聞いて驚嘆し、イエスを残して立ち去った。
まあ、これはね、あのですね、律法学者たちがですね、あのイエス様を騙そうとして試そうとしてですね、あの、まあ、引っ掛け問題を言ったわけですね。つまり、ユダヤ人の人たちは神殿に、まあ、税金を納めるし、まあ、ローマに、税金を納めるわけなんですが、どっちに税金を、納めたらいいのかという質問なんですけど、もし、カイザルに納めなさいと言ったら、じゃああなたは神に返さないんですかと言われちゃうし、で、神殿に税金を払わなさいと言ったら、じゃああなたはあのローマの法律に破るでしょうという、そういう引っ掛け問題ですね。でもイエス様は、その悪意を知って、それを見抜いて正しい答えを言いました。どういう答えかというと、まずそのコインを持ってこさせてね、このコインに、誰の像がありますか、誰の銘がありますかって言って、まあ、カイザルというローマ皇帝ですね、ローマ皇帝の、まあ、絵があったわけです。そしたらイエス様は、じゃあそれをカイザルのものはカイザルに返しなさいと言いましたね。要するにコインは、これはローマ帝国が発行したコインなので、これは、カイザルに返しなさい。じゃあ神のものは神に返しなさい。ここですよね。神のものは神に返しなさい。神のものは神に返しなさい。皆さん、神のものって何ですか？ちょっと皆さんにちょっと質問しましょう。はい、皆さん、カイザル、コインはカイザルのものですね。コインはカイザルのもの。じゃあ、神のものは何ですか？神のものは何ですか？そう、自分ですよね。自分、地球、宇宙、そうですね、世界、非造物、そうですよね、そうですね、すべてのものですね。神のものはすべてのもの、すべてのものは神に返しなさいということですね。信仰というのはですね、信仰というのは神のものを神に返すことですね。神のものを神に返す、これが信仰なんです。どういうことかというと、ね、私たちは神様から、ね、愛をもらいました、ね、神の愛ですね、本当の愛を。じゃあその愛をで神様を愛する、ね、この愛で誰かを愛する、これは神のものを神に返したことになります。神様からね、そうですね、神様から、健康をもらいました。健康ね、その健康で神に使え、その健康で良いことをしたら、これは、神のものを神に返したことになります。神様から元気をもらいました。神様から元気をもらったら、その元気を神様のために使いね、神様の命令のために元気を使ったら、これは神のものを神に返したことになります。信仰というのはね、神から受けたものを神のために使うことなんです。神から受けたものを神のために使うこと、これが信仰です。それを自分のものにしちゃうね、神から受けたものを自分のものにしちゃう、これは良くないんです。神からもらったものを乱用する。神からもらったものを悪用する。神からもらったものを間違ったことに使う。これは罪なんですね。例えば、不貧困を考えてください。不貧困。不貧困というのは、神からもらった体。神からもらった体を神が禁じているやり方で使う。神がしてはいけないという使い方で自分の体を使う、これは正しくないですね。正しくない。タバコを吸います。タバコを吸いますね。タバコ。神からもらった体、神からもらった肺、神からもらった健康をタバコを吸うことによって、それを正しく管理しないならば、これは神のものを盗んでるわけですね。神のものを盗んでるわけです。私たちの人生も自分のものじゃない。
自分のものじゃない、自分のものじゃない人生を自分の好きなように生きる、自分勝手に生きる、自分の生きたいように生きる、これは神のものを盗んでるんです。神のものを盗んでるんです。アメン、わかりますか。アメン、アメン。そうですね、あと、どういうことからいきましょうかね。はい、それではですね、はい、そうですね、私たちがね、その自分中心で自分のために何か、自分のために何か生きる、自分のために何か行動する、そういうことは全部結局盗んでることになるんだよっていうことですね。すべてのことを神の栄光のためにするという、そういうクリスチャンの一つの、その考え方があります。すべてのことを神の栄光のためにやる、これはすべてのことが神のものだから、すべてのことが神のものだから、それを神様の栄光のためにやる、神様の栄光を表すためにやる、これがですね、信仰ですね。これが信仰です。神様に栄光を表さないことは、結局それは神のものを盗んでることになります。悪いことをするというのは神の栄光を表していません。信仰的にならなければ、信仰的なことじゃなければ、すべてそれは罪だと書いてありますが、信仰的じゃないことは結局それは神のものを盗んでることになるんだよということですね。タバコ農家でクリスチャンの人はどうするの？タバコを作るのをやめるんですね。タバコを作るのをやめるんですね。はい、まあそういうわけで、その罪というのは、神様に対して罪を犯してるんだよということですね。法律に対する罪が犯罪かもしれませんが、信仰的に言えば神様に対する罪が、罪なんだよということですね。だんだん罪というのが見えてきたんではないかなと思います、ね、はい、はい、それじゃあですね、証し行きましょうね。今日は何証しがいいでしょうかね。盗んだことを悔い改め証し、盗んだことを、悔い改め証し行きましょうね。はい、じゃあ皆さん、私はこういうものを盗んでしまったという、盗んだものを悔い改め証しスタート。みんなの時間を盗んじゃう配信みんなの時間を盗む配信さっき嵐をディスったようなことを悔い改めます。証し少ないですね。どうしたんですか。証しが少ないですよ。
イエス様から借りた体なのでリスカをやめます。そうなんです、そこ大事ですね。空気を盗む配信、空気を盗む配信。リコーダー盗んだ。リコーダー、学校のリコーダーかな。イエス様は私の心を盗んだ。それはいいことですね。悪米やめて信仰米をすることにしたのです。アメン。友達の本を借りパクした。悔い改めましょう。今からでも返しましょう。今からでも返しましょう。犯罪告白はしにくい。そうですよね。ちょっと言いにくいですよね。聖句を読むと心が穏やかになり退屈じゃない。お酒もダメですか？お酒飲まない方がいいです。飲まない方がいい。学校の恋を釣って持って帰った。ちょっと明かししにくいね。ちょっとね、人の病を盗んでしまいました。自暴自棄を悔い改めます。キューちゃんが私の悪の心を盗みました。悪い心はいいんじゃないですかね。私は何にも役に立たない給料泥棒です。毎日油注ぎに満たされています。悪米やめて信仰に行きます。その友達と連絡取れないから返せないときはどうしたらいいんですか？そういうときは仕方ないですね。ただ神様に悔い改めてください。キューちゃんの放送は油注ぎを強く感じます。今日神様が少しだけですが見えました。アメン。素晴らしい。今日神様が少しだけですが見えました。アメン。自分の人生を盗むのをやめます。アメン。素晴らしい。それじゃあありがとうございました。今日はちょっと難しい証だったかな。で、皆さんね、その盗みというのはね、盗みというのはその物だけじゃないんですね。物だけじゃない。例えばこの並んでてですね、並んでて横割り、この横割りして入ってくる、これも盗むことになります。ね、こう喋って人が喋ってるところをちょっとこうね遮って喋る。これも盗みになること、盗むことになります。小さなことでもね、
小さなことでもやっぱり盗みっていうのはあります。だから私たちはですね、小さなことでもね、その人の権利、人のそのなんていうかな、人の領域に入らないようにする必要があります。何かこう 人の領域にね、人のこう領域に入り込むのもこれは盗みですね。相手の時間、相手の権利というものをやっぱり大事にすること、これはやっぱり盗まないということです。今世の中はですね、平気で人の領域に入り、ね、人の領域をこう害するということがあります。やっぱり私たちはそういう神様に対して正しく生きるとですね、人に対しても正しくなります。小さなことでもしっかりですね、守っていくことですね。人の権利を、ね、人の権利を守ってあげる。私は思うんですよ、ね、不貧困っていうのはね、不貧困っていうのは相手のプライバシーを盗むことだと思うんですよね。だからやっぱり不貧困も泥棒なんですよ。もしもし、あっちっす、キュッス、はい、どうも、はい、はい、メラニーさん、こんばんは。こんばんは。どうも。ありがとうございます。どうですか？いや、いいですね。内容、わかりやすいですか？わかりやすいです。ああ、よかった、よかった。それで私、悔い改めまして、あ、はい、はい。エホバの賞に行ったり、キリスト教の福音入ったり、はい。いろいろちょろちょろとなんか、聖書の世界、さまよってましたけども、ここにメラニー断言します。はい。カリスマ派でやっていきます。アメン。アメン。それを放送でお伝えしたかった。わお、素晴らしいですね。はい、それだけです。素晴らしいです。素晴らしい配信ですね。はい、ということで、今後ともよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、キュッス。キュッス、キュッス。キュッス。キュッス。よかったですね。やっぱりこう、悟ってね、こう真理を悟って、やっぱり決心ができるんじゃないかと思うんですね。やっぱり分からないとね、こう分からないと迷います。メラニーさんが、真理を悟ってよかったんじゃないかなと思いますね。そして真理から真理、これからもっともっと真理が分かるのではないでしょうか。皆さん、私たちは今まで、ね、神のものを盗んでいたんです。不貧困も結局神のまあ、相手のプライバシーを盗むという意味で、相手の将来を盗むという意味で、相手の性的な純潔を盗むという意味で、これも盗みなんです。不倫とか不貧困も盗むことになります。そして偶像崇拝も結局神様の、ね、領域を盗むことになります。本来は神が崇められるべきで、神だけがですね、神とされなきゃいけないのに、偶像崇拝するということは、神の、ね、神が崇められるという権利を盗んでいることになるんです。そして、例えば安息日を守らないということも、神様が崇められ、礼拝されるべき安息日を盗むことになるんです。親を敬わないということも、その親を敬うという親が受けるべき権利を、盗むことになるんです。皆さん、罪というのは、神のものを盗むことになるんです。罪というのは神のものを盗むことになるんです。私たちは初めてそこで、罪というのが見えてくるんではないでしょうか。十字架のイエス様、一番わかりやすいですね。十字架のイエス様は崇められなければならない、ね、イエス様は信仰の対象でなければならないのに、神様の権威を盗んでる神のものを盗んでいるシンボルが十字架なんです。神の命を奪って盗んでいる。神の権威を盗んでいる。神の栄光を盗んでいる。神のね、この、
感謝されるべき権威を盗んでいる。十字架は罪人が神のものを盗んでいる、そのシンボルなんです。十字架を見て、ああ、私は神のものを盗んでしまった。神の命を盗んでしまった。神の栄光を盗んでしまった。神の、ね、礼拝されるべき権利を盗んでしまった。神のものを盗んでしまった。神のものを盗んでしまった。十字架を見て、私たちは神のものを盗んでしまった。神のものを盗んでしまった。私たちは本当に、罪が見えてきます。ああ、罪が分からなかった。しかし十字架を見て、イエス様が不当な行為によって傷ついている、イエス様が盗まれて傷ついている、その姿が十字架なんです。十字架の苦しみは私たちの罪なんです。私たちの盗みによってイエス様が傷ついているんですね。でもイエス様はその罪を認め、悔い改めてイエス様が許してくれるんです。イエス様はその私たちの盗んだ罪を許してくれるんです。私たちの盗んだ罪を許してくれるんです。皆さん、自分の罪を認めるだけでいいんです。確かに私は私のものではない、私の人生は私のものではない、私のしてきたことは神のものを盗んできてしまったんだ、認めればいいんです。そしてイエス様、許してください、私の罪を許してくださいと、そのように悔い改めればイエス様が許してくれるんです。イエス様が全ての罪を許してくれて、全ての罪を許してくれて神の子にしてくれるんです。そして契約をしてくれるんです。神様と契約ができるんです。私のものを使いなさい、私と契約をしよう、私が与えるものを正しく用いなさい、私が、あなたを祝福し、あなたが受けるものを私のために使いなさい、私の栄光のために使いなさい。これがキリスト教ですね。これがキリスト教です。皆さん、ね、神のものを盗んで生きる生き方ではなくて、神のものを契約に基づいて正しく使い、合法的に生きようではないでしょうか。ジェイさんからコメントが来ています。キューちゃん、こんばんは。私は若い頃、親の財布から金を盗んだことがあります。その当時、罪悪感はさほど感じませんでした。しかし、年数が経つに従って、過去に犯した不貧困に苦しめられるようになりました。それらが積み重なって苦しくて仕方がなくなりました。そして今までの罪を懺悔してイエス様を受け入れてから本当に心が楽になったのです。当時犯した悪いことも不貧困もイエス様によって許されたのだと思うと、心がすっきり軽くなったのです。まだイエス様を受け入れてない皆さん、過去の不貧困を懺悔して心を軽くしましょう。それをできるのがイエス様ただお一人なのです。アメンアメンアメン。罪というのは蓄積します。罪というのは増し加わります。知らず知らず雪が積もるように罪が積もって重い人生になります。罪って重いですね。借金みたいです。借金みたい。もう今世界中が借金だらけで、もうヨーロッパも借金だらけ、アメリカも借金だらけ、日本も借金だらけ、もう世界中が借金だらけで苦しんでいますが、それは人類が
罪によって苦しんでいることを表しています。人類が罪によって苦しんでいます。この世は盗みだらけです。盗みだらけです。この世は盗みだらけです。イエス様が言いました。強盗の巣だと言いました。強盗の巣です。この世は強盗の巣です。強盗の巣、その強盗の巣を祈りの家に変えましょう。強盗の巣を祈りの家に変えましょう。私たちの心も、私たちの心も以前は強盗の巣でした。強盗の巣でした。しかしイエス様によって私たちの心は祈りの家になりました。祈りの家になったのです。以前は悪いことばっかり考えていました。悪いことばっかり考えていましたけども、今は祈るようになりました。感謝するようになったのです。皆さん、救いとはそういうことなんです。救いというのは泥棒から神の子になることです。泥棒から神の子になること、これが救いなんですね。これが救いなんです。そして皆さん、私たちは、その救われたことによって、救われたことによって素晴らしい世界に行くことができます。もう驚くべき世界、もう言葉で表現できない素晴らしい世界、神の国に行くことができます。自分の罪を悔い改めて、イエス様を信じて、神様と契約をすれば、誰でも神の国に行くことができるんです。皆さん、私たちの人生、そこがスタートなんですね。そこがスタートなんです。多くの人はそのことを知らないがゆえに、強盗の人生を送っているんですね。強盗の人生を送っています。私たちは強盗をやめて契約に基づく人生、神のものを盗まない人生に、なることができます。罪というのは神のものを盗むことですね。罪というのは神のものを盗むことです。これからは悔い改めて、神のものを盗まないような生き方をしましょう。神のものを盗まない生き方をしましょう。人に対しても正しい生き方ですね。この間ある方が、コンビニ行ってお釣りが多くもらったけども、それをちゃんと、あ、コンビニじゃなかったね、あれ花屋さんだったかな、花屋さんに行ってお釣りが多かったのでお釣りを返したっていう証を聞きましたけど、ね、それは結局は、ね、盗みをしなかったということですね。盗みをしなかった、もちろんそのお店に対して盗みをしなかったということだけではない、神様に対して盗みをしなかった、神様に対して盗みをしなかったということになります。皆さん、そういうことに関してはクリスチャンはちっちゃなことでも誠実に、ちっちゃな盗みをしないようにしましょうね。ちっちゃな盗みもしないようにして清く正しくいきましょう。はい、それじゃあ招きをします。それではですね、これから、神様から盗む生き方をやめて、清く正しい生き方をしたい人、神のものを神様の栄光のために使い、神のものを盗まない生き方をしたい人、アメンと言ってください。アメン、アメン。自分自身も、自分の人生も、自分の時間も、自分の才能も神のものだから、神のために使おう、神様のために使おう、神の栄光のために使おう。
盗むような生き方をやめよう、ね、神のものを盗み人のものを盗むような生き方をやめよう、正しく生きたいと思う方アメンと言ってください。アメン、アメン。そして、ね、神の子として生きましょう。神の 子が盗みをすると思いますか？神がね、神が正しい方ならば神の子はやはり正しく生きるべきじゃないですか。皆さん、イエス・キリストを信じるならば神の子になれるのです。神の子として生きましょう。神の子として生きるのです。そして、正しく生きようという決心をしましょう。もちろん自分の力でできるわけじゃありません。信仰によってイエス様が私たちに正しい心をくれるんです。正義を愛する心がくれるんです。正義を愛する心、ね、悪を憎み罪を憎み正義を愛する心がもらえます。しかし愛も必要ですね。愛を持って、愛を持って正義を行う生き方ですね。お祈りしましょう。天の父様、以前は欲望で生きてましたから、その欲望を満たすために盗みをしました、人の権利を平気で、盗み、人の領域に入り込んで、人がいないからといって平気で、人の権利を盗みました。知らん顔してました。盗んで平気な顔で知らん顔して盗んでないような顔をして生きていました。でもイエス様と出会って、ああ私は泥棒だった、私は強盗だった、人のものだけじゃなくて神のものを盗んでいたんだ、神のものを盗んでいたんだ、自分のものではなかった、自分のものではなかった、神のものを盗んでいた。イエス様ごめんなさい、私たちの罪を許してください、私たちの盗みを許してください、私たちのその、人の権利を、人の領域を平気で盗むような、そのような罪を許してください。私たちの罪を許し、これからは正しい生き方ができるように、正しい生き方ができるように助けてください、導いてください。今アメンと言った方々がイエス・キリストを信じて罪が許され、あなたと契約ができますよ。契約に基づいて正しく神のものを使うことができますよ。そして神から祝福され、もっともっと多くのものを与えられると信じます。どうぞアメンと言った方々に豊かな豊かな祝福が来ますように。正しく使うことのゆえに、契約のゆえに、あなたの富が祝福が増し加わりますようにお願いします。そしてイエス様、私たちが伝道することによって、伝道することによってこの世の罪、この世の不正をがなくなっていきますように。イエス様、この世を清めてください。私たちが世の光として輝くことによって、この世が清められますように。この世の不正を取り除けてください。この世の罪を取り除けてください。日本を変えてください。世界を変えてください。あなたの栄光が表されますように。兄弟姉妹を通してあなたの栄光が、兄弟姉妹の行いを通して表されますように。多くの人が神の栄光を見ることができますように。イエス様の御名によってお祈りします。アメン、アメン、アメン、アメン。私たちは以前は自分の栄光を表すものでしたけども、これからは神様の栄光を表すものです。神の栄光を表しましょう。私たちの正しい行い、良い行いを通して神様に栄光を表しましょうね。それが私たちの人生です。神から与えられた人生です。明日は日曜日です。朝10時半から礼拝があります。
起きて兄弟姉妹の方々一緒に礼拝しましょう。ありがとうございました。それではおやすみなさい。シャローン、シャローン、おやすみなさい、おやすみなさい。平安がありますように。アメン、アメン、アメン。シャローン、シャローン、シャローン。